皆さんこんばんは。それでは赤狼の続きです。赤鬼め、なんだな。戦の前に我らは戦うことはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。火を使う、そういうお達しだ。お達しも変わったのかな。だそうです。そこにいる中ボス攻略のヒントでした。これもしかして獣化してるってことなんですかね。一度隠れて影を切り、不意打ちでライフ一つ減らしてから戦闘開始します。これはもうどのボスでもやる基本ですね。やっとタゲが切れました。元の位置に戻り出すので背後から不意打ちします。出直します。これは望遠鏡なんですが、今作のものはなぜかぼやけててほぼ使い物になりません。ここには警報を鳴らすやつがいるので、そいつを先に倒します。一旦盾を切ります。ここはゲーム終了ではなく、隠れてやり過ごします。中ボスの侍大将だけです。
強い言ってると先方客みたいに弱体化されかねないので、あまり言わない方がいいね。道が分かりにくいんですけど、ここから下へ降ります。よくあるアイテムを餌にした罠ですね。この中に入って隠れます。すると目を攻撃するチャンスになります。マークが出たら無事突破です。ここはかがり火からすぐ上に登ってボスのところまで簡単に移動できます。辺りに敵が配置されてますが、消費アイテムしか落ちてないので苦労して探索する必要はないです。我には行分正隆なり。このボスは、この櫓に登って屋根に行けたら落下させられるんですけど、ボスを倒すより屋根に飛び乗る方が難しいです。ここから屋根にジャンプしないといけないんですが、あの通りボスが櫓を壊しちゃうので急がないと間に合わないわけです。まあ成功するまでに直すより倒す方が楽なので倒しますよ。このボスはまだニューターンと使えます。攻撃のチャンスです。
10秒で耐性がつきます。ゲーム的な都合とは思いますが、これがあると以後リングを改造強化することができるようになります。少し戻って丘の上の城まで行きます。ネズミがもう一匹、いやその目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ。わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ、名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ。わしはアシナの天狗よ。おう赤炉、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと。このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも人斬りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ赤炉、ネズミ狩りを捨てぬか。承知した。よし赤炉よ。ならばこれをくれてやる。これは。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。この人は物語の重要人物なんですが、ここで依頼をこなすと、奥義書をもらえるので大事です。へえ、あんたが生き残ったのかい。鬼の行部様も。やっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた
考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。なんだかクモパッチみたいな話し方する人だな。ここはですね、最上階に数珠があるので忘れずに回収します。ネズミを探します。一心の病、やはり重いようじゃ。うん。たとえ源一郎が俺と、アシナの国、長くはなさそうだの。して、もう一つの任は。城の蛇谷の側が、黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な、生中にはやれぬぞ。あいつらがネズミ、つまり忍者のことです。これで依頼はクリア。簡単です。おう、ネズミを飼ったようじゃな。おう、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。このスキル書にもまた使えるスキルがいっぱいあります。これはアシナ流じゃ。流派というても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。